ですね、なんかすごい緊張するかなと思ったんですけど、その鈴木さんがすごく、ね、気さくで話しやすい方だったんで。いやいやいや、ただのホラー好きなんで。ちなみに鈴木って上の名前ですか？あ、ちなみに鈴木は下の名前です。覚えてください、この上は違う名前なんで、下が鈴木です。上は佐藤とかですか？あ、ちょっと NG 言ってないんです。はい、感じで本日は、ね、お化け屋敷の、ね、裏側とかそういうプランナーの方と初めてお話しさせていただいたんで、すごい興味深いお話がました。はい、今後もですね、毎週水曜日5時から5時50分でホラーチャンネル、ホラー映画談義をラジオ放送しておりますので、チャンネル登録等ですね、このホラーチャンネルアフタートークさん、ご登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。お招きいただきありがとうございました。ありがとうございます。